はいどうも皆さんこんにちは、リーチョくんです。今回なんですけどね、今超絶大人気のキャラクターに来てもらいました。ということで挨拶してもらってもいいでしょうか。あ、どうも皆さん、コールセンターのルフィです。なんか変わっちゃったな。ちょ、なんか間があったら。何やってないから最近。なんか改めて言うとめっちゃ恥ずかしいな。いや何の恥ずかしさよ。ということでね、ちょ、もう一回ちゃんと撮ろう、ちゃんと撮ろう。いや俺これ使うよ。嘘じゃん。ピーンとか入るよ絶対。まあということで、じゃあ一応どうしようか。まあ、普通にエイペックスやってもあれなんで、はい、形だけね、チャンピオン取るっていう形だけ。ベースにね。そう。一応ね。はい、まあ、こんな感じでね、今回もエイペックスやっていきましょう。レッツ、エイペックス!開始早々申し訳ないですけど、ピーキーあったら欲しいです。しょうがないな。それ違う。危ない。青色のタヌキ出てきてる。ロングボール。いらん。ちゃう。あ、いらない。一応もう一回言っとくけど、ピースキーパー。あ、侵害に。さあ、握る手取って。いいかい、のび太くん。あれは22世紀の発明品なんだ。あ、俺のび太くんやったの。ここには素晴らしいものが入っているんだぞ。もらいますね、じゃあ。ちょっと待って、のび太くん敬語使わんわ。のび太くん大人になったね、君。敬語使っちゃった。敬語が使えるようになったのか。いいことだ、僕はいいことだと思うよ。動物のおかげでいろいろ知れたよ。いい加減成長しないといけないからね、君。赤本とか買ってみるよ。え、極端じゃない。君0点の人だよ。先生について学びたいんだ。何があった。世の中金だと思うんだ、僕。そうだね。世の中金だよね。子供が泣く。もうアニメで言っちゃやっちゃいけないやつらで声真似してんだよ俺たち。ちょっと君ジャンプしてごらんよ。チャリンチャリン、いっぱい持ってるじゃないか。さあ握る手取って。あ、いるてて倒そう。やった、ナイスー。ナイスー。わーっしゃー。カツアゲしてる場合じゃないよ、ほんとに。どうする、まだカツアゲする。カツアゲする。いいよ、しなくて。早く行けよ。うん、こうやってなんか目でさ敵を追うんじゃなくて、あなた見聞色とか使えるでしょ。すごい無茶ぶりしてくるじゃん。そういうのでさ、あ、ここいるって言ってくれた方が。いるぞ、ここだ。さあ握る手取って。あ、いや、あかんわ。え、60くらい入ってる。え、そう打てば当たるんじゃん。お、当たってる、ほら。あ、もう、ジャスト。行くぞ、ルフィ。わお。あ、45、30。18。やった。下やってるよ。36。勝ったらすごいよ、それ。降りてきた。オッケー。わしのレベルになると来た時にはもう仕事が終わってるんだ。それは誰の。さあ握る手取って。あっ、言われてる。言っちゃ言われちゃいけない。それは誰。待って、目の前なんか、え、ボタチいるよ。これさ、一世のせいでで打とうよ。はい、行くよ。行きます。せーのせいで。倒せた。そうだ、やっちゃおうかな。そうだね、やっちゃおうか。どこに行く、プリンス。僕たちを呼んでるのは、そうだな、星空が綺麗なところかな。それじゃあ、お空に向かって飛ぼうかな。それし、お、お星様になるってことかな。違う。さーて、お空に向かっていくよ。できるし、めっちゃできるし。本当にお星様になっちゃうし。ガイモンって知ってる。知ってるよ、箱入り息子でしょ。なに、ルフィ、ガイモンって知り合いなの。ああ、だって、こいつジャンクスの息子だもん。さあ握る手取って。全身さ。そんなわけない。怒られない。超アフロだけど、超箱入り息子なんだけど。ジャンクス大事に育てられたんだな。四校の息子、箱入り息子。ぽい、ちょっとぽいじゃん。ぽくねえだろ。もうすぐさ、夏終わるじゃん。あ、はい、夏終わるね。いや、もう終わったね。
終わったね。夏終わったね。夏休みってどういう感じで過ごすの？夏休みどういう感じで過ごしたかってこと。夏らしいこと俺してないの。無理よ。仕事。即答すぎる。ちゃちゃちゃ。なんかあるやろ。なんかあるやろ。うん。仕事。さあ握る手取って。ずーっと電話。ずーっと仕事。なんかバーベキューとかさ、なんか海とか。うんうん、仕事仕事。あれ今いくつだっけ？僕今19っす。大人になればわかるよ。やかましいわ。やかましいわ。あ、じゃあお互い何、夏はなかったんだ。夏休みらしい夏っていう。ないないない。じゃあ一回さ、なんか俺と夏休みを過ごしたてみたいな、うん、夏祭りの手でさ、して遊ばない？やる？あ、やろうよ。あ、見て見て、ルフィ見て、こっち。なんだ、どうした？これ屋台あるよ、こっち。酒あるわ、酒。ちょ肉食系の人間やと思ったよ、あんた主語なん。ハイボールは、ハイボール酒は。ちょゾロ連れてきてくれ。あ、待って見て、ルフィ。なんだ、あっちにお面売り場がある。お面といえば、だいたい俺の顔か僕の顔だね。声で分からせてくるタイプ。僕だよっていう。あ、僕もいるじゃない。夏祭りって言えばさ、なんか一個思い出欲しいじゃん、うん、特別だよ、ルフィの顔あげる。いや、俺だから別に俺しても俺じゃん。でもなんか一回試着してみよう。一回試着してみる。案外似合うかもしれん。いや、俺やん。こんな感じだな、俺と夏祭りのデートとか言ったら。ああ、楽しかった。俺仕事してた方がいいかもしれない。